岡山大学大学院予備教育特別コース、通称プレマスターコースは、岡山大学の大学院進学を目指す留学生のために作られました。全国でも珍しいアカデミック日本語だけに特化したコースです。このコースでは皆さんの日本語能力レベルに合わせた授業を実施しています。日本語能力に自信がない人のための日本語能力 N3 または N2 相当を対象とした入門クラス、確実に大学院合格を目指す人のための日本語能力 N2 または N1 相当を対象とした基礎クラス、さらに高度な学術日本語を学ぶ人のための応用クラスの3つのクラスを設けています。また研究計画に関しても、入学を希望する研究科の指導教員の指導ももらいながら進めていくことができます。すべてのクラスで読む、聞く、話す、書くの4技能を学ぶことができ、基礎的な能力から実践的で高度な能力まで身につけることができます。それでは技能別にどんな授業があるかご紹介します。まず読むことを学ぶ授業では、一般的な文章から専門性の高い文章までさまざまな文章を読みます。少しずつ難易度を上げ、論文などの専門的な文章を読む練習をします。授業ではグループワークや発表もあります。他の人に伝える活動を通して考えながら読む習慣を身につけられます。次に聞くことを学ぶ授業では、話の内容や展開、話し手の意図を聞き取る基礎的な練習を繰り返します。また大学院の講義を理解するためのストラテジーを学び、練習を通して重要なポイントの聞き取りやノートテイキングの方法を学びます。このような読む、聞くという理解の能力だけでなく、このコースでは話す、書くという算出の能力にも力を入れています。話すことを学ぶ授業では、大学院の先生との研究室でのやり取りの方法、ゼミや研究発表でのプレゼンテーション、面接試験で必要となる口頭表現を学びます。さまざまな場面で日本語を使って上手にコミュニケーションができるようになります。最後に書くことを学ぶ授業では、大学院の最終目標である修士論文を書くために学術的な文章で使われる表現や文章の構成を学びます。それだけでなく、自分のしたい研究を考え、受験に必要な研究計画書を作成します。また専門分野の知識や自分の考えを説明する練習を通して、大学院入試の筆記試験の準備をすることができます。大学院の最終目標は、修士論文を自分の力で書き上げることです。コースで身につけた学術的な文章作成能力は、研究活動の成功のための大きな力になります。このようにこのコースでは、大学院入試の準備や入学後の学生生活にスムーズに移行できる高度な日本語能力と研究を問題なく進めるためのアカデミックリテラシーを身につけることができます。コースを受講することで、これまでに研究計画書を書いたことがない人や、筆記試験や面接試験などの大学院入試に不安を抱えている人も、自信を持って試験に臨むことができます。大学院に入学する前に、ぜひこのコースで一緒に学術日本語への知識を深め、能力を高めていきましょう。